Buongiorno. Oggi sono a Verona, vicino a casa di Giulietta. 皆様おはようございます。今私はベローナの大人気スポットであるジュリエッタの家にやってきています。ご覧くださいませ。ちょうど春で修学旅行のシーズンですので、もうこの細いジュリエッタの家に入るまでの廊下にはこんなにたくさんの人で動けないほどです。一番向こう側の右側のお家がかの有名なシェイクスピアのロミオとジュリエットのジュリエットのテラスという名前で知られている宮殿です。その前にぜひ見ていただきたいのがこの壁に書かれたこの落書きなんですが、これ何が書いてあるかというと、やはり世界中の恋をする人たちがここに来て恋が叶うようにということで、これだけもう壁がもともとああいうふうに白かったのがこんなにその名前の上にさらに名前を書いてたり、またはガムテープですとか、またはこういったバンドエイドなどの上に自分の名前、そして彼の名前を書いて永遠の愛を願うというスポットになっています。さてこのジュリエッタの家はもちろんロミオとジュリエット自体がシェイクスピアの架空の人物ですけれども、昔からこの愛する人たちのシンボルとしてこれだけの世界中の人が集まっています。この奥に見えますでしょうか、ジュリエッタのブロンズ像が近年作られました。なんと皆さんこのジュリエッタの像の胸に触って、そうすると恋が叶うと言われているからなんです。そしてもちろんこのジュリエッタの宮殿の中にも入って、あそこのテラスから顔を出すこともできます。しかし今日はすごい人で、ジュリエッタの像になかなか近づくこともできませんが、このテラス、そしてこのジュリエッタの像のためにこれだけの人が集まっています。見てください、皆さん右胸に触っていますよね。右胸に触るとご利益があるとか恋が叶うと言われているからなんですよ。ぜひ恋する皆さんもこのジュリエッタの胸に触りに来てください。それではアリベデルチ。ボンジョルノ。今私はベローナの大人気スポットジュリエッタの家に入っています。ジュリエッタの家は入場料6ユーロで入ることができまして、中でチケットオフィスでここで入場することができます。なんと12世紀に建てられたというこの宮殿ですが、ここ入りますとすぐに有名なシェイクスピアのブロンズ像、そしてこちらがオリジナルのジュリエッタのブロンズ像。もちろんこれオリジナルと言いますのはベローナ出身のネレオ・コスタンティーニさんが1969年に作ったもので、こちらライオンズクラブの寄贈品となっておりますが、外にはコピーですね、近年作られたコピーで、皆さん彼女の右胸に触ると恋が叶うと言われています。このお家の中に入ると本物のジュリエッタの銅像が見えます。さてこの木の階段を上がりまして、これあのカプエーテというのがシェイクスピアの中に登場するお家ですが、本当の名前はカッペンロケと言います。2階に上がりますと美しい天井がまず見えてきまして、そしてこちらがたくさんの人が並んでおりますけれども、
こちらがそのテラスに出るための行列です。そして最初には一番上の方に行ってくださいと言われますので、またさらに階段を登っていきます。実はこの宮殿の中なんですが、ロミオとジュリエットにまつわるストーリーなどが見学できたり、また改修された暖炉のものがあったり、そしてフレスコ画が残っていたりします。割と外はすごく混んでおりますが、中の方はこれだけ静かな感じで見学することができまして、この下の騒々しい雰囲気から少し逃れることができますので、そしてここで昔から愛されてきたこのロミオとジュリエット、1800年代のこういった挿絵などが見ることができます。そしてさらにまだ上に続きますので、上に上がってみたいと思います。ボンジョルノ、オンジソのカーサディジュリエッタ。皆様、今日私はロミオとジュリエットの有名なベローナの必見スポットであるジュリエッタの家の一番最上階に来ていますが、ご覧ください、大変美しいベッドがあります。何のベッドかと言いますと、ここに書いてあるのが1968年にフランコ・ザ・フィレリ監督が作りましたロミオとジュリエットの実は撮影に使われたベッドなんですよ。こういった中世の時代のベッドの様子がよく再現されています。15世紀のフレスコ画があったり、またご注目していただきたいのがこちら、ブッシュ、この映画の衣装に使われた当時のこれロミオの衣装です。左右色がね違ったり、そしてこちらがジュリエッタのベルベットの、ボンジョルノ、オンジソのカーサディジュリエッタ。皆様こんにちは。私今日はベローナの必見スポットであるジュリエッタの家に来ていますが、実はここがジュリエッタの家のですねテラスになっているんです。珍しく人がいないので、ちょっと私の方が出てみます。ご覧くださいませ、すごい人です。このようにジュリエッタの家の中にはあまり人が入りませんが、このようにみんな長く列をなして、何をするかというと、このジュリエッタのブロンズ像の右胸に触ると恋が叶うと言われてますので、ここに皆さん来るんですね。ですからここの私がいるテラスにはほとんど誰もいません。私もちょっとジュリエッタになった気分でこのテラスをちょっと独り占めしております。このジュリエッタの家は6ユーロで入れまして、この下よりもすごく空いておりますので、お天気のいい日にはぜひおすすめです。ぜひ皆様もこのベローナのジュリエッタの家に来てみてください。それではアリベデルチ。さて、私はジュリエッタのたくさんの人がいるこのコルティーレに来ています。中庭に来ていますが、テラスのちょうど前にこのお土産物屋さんがあります。もう若い子に大変人気のこのお土産物屋さんでは、やはりロミオとジュリエットグッズが買えます。マグネットなど売ってますが、一番人気なのがこちらの鍵なんですよ。ハート型をした、なんで鍵が有名かと言いますと、ご覧ください、ここに永遠の愛の鍵となるようにたくさんの人がつけていくんです。このためにここのお土産物屋さんで売っているそうですが、さてちょっとお土産物屋さんの中を見てみましょう。割と広くなっておりまして、もちろん
ザ・お土産物屋さんですから、ペンからキーホルダーからこういったチェーンなどが、そしてマグカップですね。やはりここはロミオ・ジュリエット、イタリア語でロメオ・ジュリエッタ、そしてベローナと書いたこういったグッズがノートから売ってます。可愛らしいのがね、このチョコレートの形をしたメモ帳ですとか、またこういった小銭入れなども売っています。価格は本当にお土産物屋さんの価格になりますけれども、こういったロミオとジュリエットの置物、そしてベローナ全体のマグネットなども売っております。もちろん